ここからその、まあ、の今日残りの時間でなるべく証明を進めていくわけですけれども、と先ほども申しましたが、この教科書の証明っていうのは多分何でしょうね、こうどこに何が書いてるかというのは多分分かりにくいんじゃないかと思います。白い紙に黒い一色の字でずっと書いてますから、何を書いてるんだという感じに見える人もいるかもしれませんが、実際にはですね、実はこういったステップを踏んで証明をしています。まず最初に、そのさっき、条件出てきた正のイプシロンと、それから回句間 i を定める。で、2つ目にその関数 f を構成する。で、3つ目に関数 f の連続性を示す。で、4つ目に関数 f が回復間 i で微分可能であることを示すと。大体こういうステップに分かれるんですね。で、実はこの教科書の証明もよく読むとこういうステップに分かれます。で、皆さんがこれから、特に数学類の人がこれから卒業までに身につけるべきことっていうのは、今回の因関数定理のように、こうなんかこうずっとダラダラダラとこう書いて証明書いてますよね、教科書に。で、この証明からこういった流れを自分で読み取って理解する、そういう力が求められます。で、そういう力を養うと、皆さんが数学で卒業するまでに養うというのが、一応数学のミッションの大きなミッションの一つだと僕は思っています。で、最近ですね、そのとかく分かりやすい教科書というのが多分人気があってですね。で、皆さんここの、授業のアンケートの中でも、こういう教科書を使ってますっていうことで、それは非常に喜ばしいことだと思います。なかなかその大学の本というのは、白地に黒一色で、こうしかも数学だと定理、補題、定理、命題、計とかっていうような流れですので、やっぱり高校の教科書からするとかなりそのスタイルにギャップがあって、読みにくい。で、やっぱり読みやすい方がいいというのは確かに気持ちは分かるんですけれども、ちょっと個人的には、どうしたもんかなと思ったところがありまして、というのは、その数学は今までのところは伝統的には一つのスタイルがあってですね、この、定義から始まって、こう定理を中証明していくというスタイルがありまして、で、それをこう読み解いていくっていうのも、数学を学ぶ一つの、力として、大学の数学科では養成して、そういう力もつくようになるんですね。それも教育の目標の一つであるわけです。で、それともう一つは、社会に出ますと、その高校の教科書のようにですね、色分けされていて、ここが大事だよとかって言ってることって、なかなか皆さん周りの人は教えてくれないんですよね。だから、どこが大事で、どこがその解くべき問題かっていうのを自分で見つけていかなきゃないと思います。で、そうなると、その一見無味乾燥なこう題材からですね、こう自分でそのこういったどこが問題かとか、あるいはどういう段階を追って示していけるかっていうことを拾っていく。だから、そういう力っていうのを多分この数学を勉強することで身につけていけるんじゃないかというふうに思ってます。ちょっとすいません、少し余談になりますけれども、皆さん、物理の人もですね、あるいは数学の人も、この筑波大学に入学するまでに、この筑波大学数学類、あるいは物理学に対する見方っていうか、大体どういう人たちが入って、どういう能力を身につけて、で、どういう場面で活躍するかっていうのを、こう少し聞いてきた人がいると思いますね。で、
僕も今数学類で例えば卒業研究で指導している4年生の人たちとか、それからこれから卒業予備研究を始める3年生の人たちとかにもいろいろ高校で例えば筑波大の数学類ってどういうふうなイメージで捉えられていましたかっていうことを聞いてるんですけれども、いろいろ聞くのはやっぱりその、研究者が教員っていう流れがいろんな人の見方が非常に割と多いという話を聞きます。特に教員ですねに関しては、周りの友達なんかが筑波大行くって言ったら、教員になるとこなのっていうふうにこう言われたっていうようなことも聞きますけれども、皆さんどうなるかその辺はちょっと分かんないですけど、今ですね、個人的に思ったの個人的にっていうか、今ですね、この数学がいろいろな分野で注目を集めているっていうことは皆さんに知っていただきたいなと。もちろん物理もだと思います。で、特にこれまで産業界でですね、いろいろな技術が開発されていますけれども、その問題というのはどん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 高度になっていっていまして、で、実は数学を身につけた人の力っていうのが求められているっていう、こう産業社会の現状がを聞いております。で、それはなぜかというと、問題が高度になるとですね、その既存の解法、解き方を当てはめるだけでは、その問題解決できないんですね。ですので、新しいやり方が必要になると。そして新しい解き方を作らなければならない。で、そこには何が必要かっていうと、それまでの既存の、知識、単に問題の解き方だけではなくって、その背後にある、例えば物理的な、体系、理論的な体系であったりとか、あるいはその数学の理論的な体系であったりとか、そういったことをきちっと理解して、使える人が次の新しい道具を作るっていうことが求められています。ですので、これから多分皆さん数学を身につけることによってですね、そういったいろんなところで活躍できる可能性があるということを、ちょっとここですいません、授業中ですけれども、少し述べておきたいと思います。ちなみに数学でですね、数学の力が発揮されるのは理系の分野で、理工系の分野だけではなくって、例えば出版業界、出版業界って数学とおよそ無縁かと思う人もいるかもしれませんけれども、実は数学の本っていうのも出版社から出てるんですね。そして数学の本を編集して本を作るためには、その数学の知識と本作りの知識と両方きちっとした知識があって、初めて良い本ができることが可能になるわけです。実際に数学類の卒業生で皆さんの先輩でも、ある出版社の編集者として活躍している人もいます。というふうに、数学の学んで活躍できる可能性っていうのはいろいろありますという話をしておいて、であと多分もちろん物理もですね、物理の方が多分数学よりも活躍できる場所っていうのは、いろいろ数学以外の場所でもいろいろ数学以上にですね、いろいろあると思いますが、そういったところに目を向けていかれるといいかなというふうに思います。多分数学類でも来年ですね、皆さん2年生になってから、そういうキャリア向けのキャリア関係の授業なんかもあったりするので、ぜひ参考にしてみると良いかと思いますので、一応ちょっとその話をしてみました。